マリー・ガブリエーレ・マティルディ・イザベレテ・テレーゼ・アントイネッテ、ザビー・ネイン・バイエルンは、バイエルン王国の貴族女性、バイエルン女皇、バイエルン王子ループレヒトの最初の日である。バイエルン王家の分家筋にあたるバイエルン皇爵家の当主で巧妙な眼界でもあったバイエルン皇、カール・テオドールと、ポルトガルの廃王・ミゲル一世の娘、マリア・ジョゼの間に生まれた。姉に、 ベルギー王アルベール一世の日エリザベートがいる。1900年7月10日、本家筋のバイエルン王子ループレヒトと結婚した。ループレヒトは後にバイエルン王ルートビヒ三世となるルートビヒ王子の長男であった。結婚後、夫妻はループレヒトが指揮官を務める部隊が駐屯するバイエルンのバンベルクに今日構えた。夫妻はたびたび旅行を楽しみ、1903年には 日本を訪れ、アメリカが衆国経由で帰国している。日本への旅行は、自然科学上の調査旅行であり、夫妻には、ミュンヘン大学の巧妙な教授が一人随行していた。マリー・ガブリエでは、両親と同様に、詩や音楽を楽しむ一方で、科学や自然に対しても強い関心を持っていた。1912年10月に、人不全で死去。 意外は、ミュンヘンのザンクとかイエタン教会に、すでに亡くなっていた彼女自身の子供たちの意外と、一緒に暗記された。オットループレヒトは1921年、マリー・ガブリエーレの10枚である、ルクセンブルク大公女アントニアと再婚した。ありがとうございます。